それは運命の出会い、私の一目惚れだった。私は岩永琴子、一眼一足怪異たちの知恵の神。彼の名は桜川九郎。私たちは似た者同士、すぐにお付き合いすることになりました。そんな私たちの恋路の先に次々と障害が立ちはだかる。未練たらしい元カノ、街で噂の亡霊は圧倒的な巨乳、そしてずる賢い黒幕は初恋の相手だった。それでも私たちは愛の力で試練を乗り越え、絆を確かめ合い、ついについに結ばれたのであった。テレビアニメ虚構推理祝第2期制作決定。